疲れちゃんスラットです。今日ですね、あの世界ゴリイカツイ、はい、王子ことモハムドライト様ですね、はい、王様のライト君と対戦することがありましたので、ちょっとそちらをね、はい、紹介していこうかなと思います。ドラフトオールスターリーグですね、はい、今あのケンツ主催の、大会第2回をね、はい、やってて、まあ、それでライトと対戦する機会がありました。まあ、KK でもやったんですけども、まあ、その辺をのんびり見ていこうかなと思います。で、大会の詳しい詳細とかはあの概要欄に貼っておきます。はい、なので飛んでください。まあ、チーム戦でラットチームあったり KK チームがあったりケンツのチームがあったりみたいな感じです。はい、でラットチーム4人でラットはじめ、世界でめっちゃクロスがうまいですね。はい、もうクロス以外何でもうまいんですけど、はい、レベチはじめくんと、問題児のフィリッタンっていう、まあ、メガナイトオールブレイクがめっちゃうまい。メガナイトめっちゃうまいです。僕もメガナイト好きなんですけど、もう本当に、尊敬するようなプレイをね、されます。はい。でも問題児です。っていうフィリッタンと、あとはバナさんですね。はい。ゴレで世界7位取ってる。もうこれもレベチプレイヤー4人チームです。はい。ということで、1回戦はチームで勝って、2回戦はチームで負けちゃったんですけど、惜しくも。その時に、ライトと試合をしました。で、ちょっとデュエル形式になっちゃうんですけど、はい、デュエルです。ゲーム内モードのデュエルモードがあるんですけど、それですね。まあ、デッキ4つ、これバレちゃうな、俺の構成が。このライトに挑んだね、ヤンキー構成が。はい、まあ、デュエル、今回から世界大会もルールがまた変わってね、デッキを4つ事前に決めないといけません。はい。今まではね、相手がこれ使ってこれ使ったからこのデッキで行こうとかあったんですけど、今回はデッキ4つ事前に決めて、4つの地をどれか選択しないといけないっていう感じかな。はい。で、今回僕はドリルウォールブレイカーですね。はい。インフェドリルで、もうライトはね、あれですよ、もう環境最強。はい。もうめっちゃ強い環境最強のキョスケでロイフなんですけど、これ僕、これに勝ちたくて、このインフェを当ててます。はい。インフェ、バルキリー、オールブレイカーは、まあ、インフェが巨突に刺さって、まあ、ロイホグに対しても、まあ、ファイボもあるし、あとはバルキリーがあって、っていうので、まあ、相性自体は悪くないんだと思ってます。はい。なんならいいと思って当ててます。たまたまそれが来ました。はい。来るかもなーって、わかんないけど。そう、いや、この橋前コストエロすぎん、俺のコストっていうか手札見えてんのっていう、マジで。まあ見えてます。はい、マジの王様ですね。まあ、モハメドライトは去年の世界大会2位ですね。あの金の椅子に座ってクラロワしてます。はい、金の椅子に座ってクラロワやってる人はあんまりいないと思うんですけど、はい、僕はなんか茶色か黒のね、今ソファーに座って動画撮ってますけども、まあ、ここはねドリルの動きがきついやろっつってドリル飛ばしたんですけど、はい、しっかりアップできてます。まあ、この辺今んとこはまあ、トントンかな。まあ、単純に相手は、まあ、俺のウォールブレイカーに対して、ヤナアメを使ったら俺のボンバー突破できないし、まあ、逆もしっかりで、俺の防衛を突破するには、やっぱ攻めヤナアメを打たないといけないんですよ。ないとは。けど、そうしたらね、やっぱ、もうバルキリーウォールブレイカー止まんないじゃんっていうので、相性はいいはずなんです。はい、はずです。まあ、見てってください。で、まあ、ライトなぁ、マジやってて思ったんすけど、まあ、この後また話すけど、プレイがめっちゃ丁寧っすね。やっぱ、やっててわかる。めちゃくちゃ丁寧です。はい。まあ、ここは軽く形作りながら、もう攻めていきますね。この方がちょっと早かったかなみたいな思いながらも。いや、ゴースト。お前の刀は。マジ、王様の刀はね、もし、多分金の刀持ってんだろうな、あのゴーストも。長え。だって、異常に長いっすね、あれ。エクスカリバー並みの長さしてましたね。で、まあ、キョスケに対してインフェ当てるんですけど、これがうまいですね。その、キョスケに対してインフェを当てさせてくれないっていう、まあ、僕のインフェがもしかしたら甘えてるのかもしれないですけど、しっかりインフェに対しては、ロイホグをね、当てて、ターゲットを取ってきます、相手は。うん、これがなんか、徹底してましたね。そう、まあ、こっからなんですけど。ここでオールブレイカーあったら熱かったもんな。まあでも相手は坊やなんだけど。いやでも今はね、マジでね、世界、まあ今世界で一番前ってなったら、まあ麦と、もうライト、もう2強です。まあ僕の主観ですけど。まあ他にもいっぱい上手い人いますけど。いや俺のこの神ファイブ。いやでもロイホグ13強すぎーっていう。うん。で、まあザネク、まあ来るよなと思いながら、
これがこいつが悪いねんなマジ、うん、いやでここもねまあやっぱ来るんですよ、まあ、このラフがちょっと甘えてるちゃ甘えてそうな、たまたま美味しくいけたんで、いやでもって思ってびっくりしたこれ、いやうますぎーっつって、はい、甘えてるとか今言ってごめんなさいなんかねあれ気づいたらなんでか俺が押されてんだよなっていう、はい、初戦ですね。まあデュエル BO3 なので、まあ、1本目取られてもまだ次があるてか、まだ取られてないしね、俺こっから勝つかもしれないしね、なんで負けた気になってんねんっていう、この王の覇気によってやられてる圧が違えんだよ、ね、マジなんかね丁寧だよね。このいい目が俺もうちょっと右に置いとけばいいんだよね多分。そうでまあ負け筋でここはロイグとか飛ばしてこなかったですけど、もうしっかりこっからね守ってくんのよ、いや斜め使って、いや立ち回りがエッチなことよ。でしっかり真ん中にロイグを出して、いやこの子好きなって、いやマジでこの現環境最強って呼ばれてるデッキをメタ世界のほんと最強が使うんだから、まあそれ強えよっていう、こんな強いんだと思いましたね、うん、いやーでこれはもうダメージ追いつけねえなーって、はーい、やー相性悪くないと思ってるんですよね。いやー悔しいですね、だからこそ悔しいですよね、なんで負けたんだろうっつってね、めちゃくちゃ相性悪いとかミスしたなとか、あそこやばかったとかあったらなんですけど、ぬるっと負けちゃうんすよね、やっぱうまいやつに。これがきつい。さあ続いてメガラムですね。デルルールっていうのはこの全部違うカードというかかぶりがないです、はい、なので僕はさっきインフェやファイボーウッドを使ったので他の3つのタクにはどれにも入ってません。相手も同様ですね、はい、相手はさっきキョスケヤナメ使ってるんで、まあ、キョスケヤナメがないですねみたいな感じで、んだったらこれが刺さりそうだな、だったらこれが来るかもなっていうのを考えながら戦うのが、デュエルルール、そして今年の世界大会のルールらしいですさあで僕はまあメガラムですね、はい、まあ、エレジャイがいなくなったことによってもうだいぶ消えましたね、まれにいるんですけどメガラムが参るようになりました、はい、でメガラムのテンプレっていうのはエレスピかな、基本的にはエレスピなんですけど、まあ、やっぱライトとかこういうめっちゃうまいプレイヤーに対しては僕ちょっとお遊びをしなきゃ勝てないというか、お遊びをちょっとしたくなっちゃうので、まあ相手が格上だからこその、まあ気分でコウモリにしました、はい。さあここからあのレベチプレイが飛び出ます、はい、王様相手にね頑張ります。でまあここは単純にメガナイトの受けを出さないといけないのと、エレキを出さないといけないので、相手からしたら。めったに2枚出さなきゃいけないんですよ、このランをつけるとね。なので、逆サイゴーストも流しつつ、まあ、もし対応しなかった時に、トルネードでキング吸われるかもなーの、トルネ対策用のコウモリをしたことによって、さあ、スーパー入ってます、はい。王様のタワー残り64です。で、まあ、アルティ耐えないです。いやー守りすぎかなーと思いながらも、まあファルチェマジで結構痛いので、さあ抑えて、まあここは後から地区いかな。さあこのメガナイトのね後ろにラムをつけつつの逆サイコウモリ、マジ神でしたね、うん、びっくりした、俺後から気づいた、あれあれ多分60やんってコウモリかと思って、いやマジコウモリいいっすね。これが LSP だったらやっぱこういうダメージも入ってないので、まあそれはね、LSP だったらよかったのにとか、まああると思うんですけど、やっぱこれ1枚替え、2枚替えがないんですよ。相手これ捨ててきたんですよね。なのに、エリキをラム狩り出してきたので、あれラッキーじゃないって思ってます、ぶっちゃけ。はい。で、まあ、適当に抑えていくか。うん。で、ここでちょっと、なんかね、やってます。ゴーストが変なとこに出ちゃった。マジでこれやばくない、俺1300ぐらいあってさ、おおやばいやばいマジ覇気よこれ、王の覇気にボコボコにされてる。でもここは相手は絶対ドリルで削りたいとこなので攻めます、はい、ブッパですね。うわ村枝帰っちゃった、いい子かよ。さあですがここはさすがにアドを取ってるの分かってるので、さすがのね、はい、最近大会
大会はもうどうなんだわかんない。この僕でもさすがにわかる。はい、ドリルで攻めてました相手。はい、ということで、もうおいの余裕のある勝利ですかね。さあ、ということで1位です。次勝てば王様を倒すことになりますね。はい、世界レベチのモハメドライトで、まあこれはバルーンデッキと巨助デッキですね。はい、これだから分かんないんだよ、バルーンデッキどんなバルーンセットしてたかっけみたいな。え、巨助、俺巨助デッキ巨助なんだみたいな。なのでちょっとこれね、あの2枚か3枚ぐらいね、こうデュエルのねカード分かるようにみたいな贅沢も思いながら、さあ僕の選んだヤンキートカリデッキはラバルでしたね。でこれ相手のディガーも意味わかんなくて、まあマザネク対策ですね。はい、まあ、僕の多分残りの手札でもう一個のデッキで、まあ言ったらキョスケマザネクの最初にねライトが使ったデッキの可能性の高さ多分残ってるんですよ。そうで、ライトも多分ソロ吹きがして、まあ、マザネク食ったろって、いや王様でもそんなことすんだなと思いながら、えぐいね。はい、エグディが飛んできました。さあ、でもここはねライトは迫撃ディガっぽいで、まあ僕はラバルなんですけど、この雪よ雪、これね雪がやばいね。これ雪じゃなかったらバルーンピョンなんですけど、まあまあそれはこっからで、俺スケブで受けてきたらヤナメでねバチクリ行こうと思ったんですけど、しっかりディガーでいいんですよ。ただな、このポイ雪がねマジで渋すぎ。さあ一発も入らない。さあいい素晴らしいボールですね。まあこっからは僕はケツからまあラバ組んで、まあ、ラバスケダラにポイズン使わせたりだとか、まあなんかいろいろ考えてます。で暇だなと思いながら、多分ババセパでもすんだろうな。はい、でライトこれ待ってましたね。うん、やっぱライトはね言ってましたからね。どうするか、手札をどうさばくか悩んだ時に無駄にとりあえず出すんじゃなくて、しっかりもうね10コスから捨ててもいいから待った方がいいよ、正解の立ち回りをするのがいいんだよっつって、はい、王様言ってたので待ってました、しっかり。はい、でこれは右にリガーが来たので、じゃあ守ろうと思って左ザップ打ってからの嫌な雨かな。さあでね、ここマジでなんかもう手のひらで遊ばれてます。いやー、多分バルーンつけてからの、まあ、ディガー行っても迫撃からの勇気でしょう。多分もうこの時点で結構ねツムツムだよね、本当に。いやと頑張ってます。はい、まあ、頑張ってはいるものの、僕はこれ試合しながら、あーってふざけんなよって。で俺もう一個のデッキはね、キョスケのなんか結構特殊ななんか変なデッキを準備してたんですよ。あのデュエルだし相手がライトなんで、しかもそれだったら俺ワンチャンあったんですよマジで。だからうわーそっちだったかと思って、まあ組んでますね。もうこのディガーはふざけてんだろうと思う、絶対迫撃とかでいいだろうと思いながら、もうはいいじめにやってます。いじめられましたもん。ね、さあということで、まあデュエルのね BO3 もう王様にね敗れちまいました。いやでもまあ細かいとこですよ、あのババア僕がセパするとこも待ったりだとか、うまい点、まあもっと高回転レビチですから。でまだ他にもライトとその後やりました。もうバツがちょっとついちゃってるんですけど、その前に1個ね KK とも試合をしたので、そう KK チームがライトいるんですよ。 KK とライトが一緒のチームっていう、はにゃっていう、うん、本当かなそれはっていうところで、さあまあ KO1 ですね。はい、 KK やってからのライトか。でまあ KK はねマジ何使うんだろう、多分僕でも KK に相性良くて何使うんだろうって、そう KK で試合することなんかよくあるイメージがあるんですよね。うん、よくあるイメージが勝手にあって、KK 俺に対してね、まあ、出してくるデッキクエイクが多いんですよ。そう、まあ、僕に刺さるんですけど俺ね、
そうクエイコグが多かったりとか、まあなんだろうね、なんか前そういうので話したりとかもしたんですよね。そうで俺に枯渇は全然使わないんですよ、KK みたいな。そう確かにラスさんに枯渇出さないっすね、なんかつって警戒されてるかなみたいなって言ってて、じゃあ今度はしますわみたいなのをなんかいつか話したなと思いながら、こいつじゃあ俺にそういう話をしたし俺にクエイコグが来ねえよなと思いながら、まあ枯渇でも来んのかなと思って、ちょっと枯渇を意識してラバフリにしました。でまあファイオにしてるのは、まあ、ヤナアメがテンプレでねあるけど、ファイオにしてるのはまあ環境やっぱマジアチュザッピーマザネクとかそういう系も流行ってるので、まあそういう系来たらギッタギタにしてやろうかなってことで、はいしました。そしたらあんまりでした、あんまりは悪くはないけどって感じかな。でここはまあ正解ですね。あちゃくいこれクロークミスってますね、間に合わずって感じかな。はい、で施設インフだったらきついなと思ってたんですけど、これボムだったんですよね。でこの後絶対ファイスクからのってことで、絶対きついのさあホバチイカからのスキキンですね。まあこれはもうぶっちぎ相性取ってますね。はい、まあ、対空が直位だけなんで、前のハイスピだったらもしかしたらまたちょっとだけあったかもしれないですけど、なんかハイスピのダメージがね落ちたんですよね。でそれが意外と落ちてるのでもう変わりましたね。でここもしっかり直位早めにインドで処理して、ホグも処理して、あとも1560を守ろうかなと思ってます、守ろうかなと思ってますけど、一旦ラバ出そうって感じかな。うん、頑張って守ります。はい、リクはまあディガーとスケキンとボスキャラでねって。さあ頑張って守ります。はい。でソウルコールも使って。でここ良かったですね。でもこれファイボ。ヤナアメだったらこれまたもしかしたらね、もしかしたら大事故があったんですけど、さファイボなことによってさ事故もなく、まあ、最後守り切ってまあ逃げ切るっていう、まあ KK はね心理戦が楽しいですね。いやホグよく使うんすよつって、また今回も使ってきたし。枯渇じゃないかいって感じで、さあでまあこの後にライトとやりましたね。いやでもこれはね、これはねちょっとライトのプレイを皆さんに見てほしい。これあえてライトってこれスケファイスピのまあ最近よくあるキョスケドリルデッキなんですよ。めっちゃ高回転、そうまあめっちゃ高回転、このキョスケドリルキョスケホグみたいなあるんですけど、最近よくねそのドリルですね。はい、これで今世界5位ぐらいまでトレ上げしてましたね、はい、試合後に知りましたけど。でこれライトマジで動かないんですよ、これやばいんですよこいつ、結構びっくりしましたね。これまあここは高めアチャク行きましたけど、あこれはまあ低めでいいかなーっていう。マジでライトのプレイを見てほしい。やっぱ海外プレイヤーとかのねプレイって見ることあんまりないですから。いやーここはちょっと延命もいやらしいキョスケっすよね。まあでもさすがにアチャクイ処理できたんでいいでしょうって。でまあ攻めてカード回して、これフキア釣れねえかなと思ってファイスピ出したんですけど釣れました。でまあこのスケですらうまい、うん、フキア完封するじゃんって。俺がやったら一発よく入るんだけどな。でここでもうやっぱ待ってくんのよ、すごくない？ウッドですら転がさないし墓石にファイボでっていう、やっててなんかあれすごい、そういう立ち回りなの。いやーこのオルメーカーまあまあまあ逆行ってもウッドだし動作行ってもウッドなんでって感じかな。なんかすごい静かなんですよねこの王様のプレイが。いやだからいや暇だなと思った、足回りはして。さあ着位にはゴースが結構優秀ですね。こういうのちょっとねミスってたから、いやミスってねえか、出してねえか。さあでここはブッパの男、全て抑えられてます、はい、まあこういうとこはさすがにしっかりうまいですね。まあでも僕もライトのダメージを特別受けてるわけではないので、多分攻めドリルほぼ1回もしてないですよね。そうやばくない、この高回転ドリルで
ドリル一回も飛ばしてないんですよ、今攻めて。意味わかんなくないっていう。まあ、でも世界一人で行ってるから、そういう立ち回りなんでしょう。だからこれ、めっちゃ守っていくんですよ、これ。見てわかる通り。いやー、入んねえなって。いや、今のゴーストの一発ですら許さないファイスピを出してるんですよ、だって。白いチャンスけど、まあ俺のこの攻めを待ってんだから、まあ相手のデッキにもよるかもしれないんですけど、そう、俺がこういう、まあ言ったら後ろから組むんじゃなくて攻めるデッキだから待ってるのかなっていうのもあるかもですけど、さあやっと攻めドリル来ましたね。さあしっかりファイスピで拾ってゴーストでしまくる。いや俺もこれいい防衛してますからね、しっかり集中してる。ダメージ的にはやや負けぐらいですね。さあファイスティもうまい、スケもうまい、でもいやーチェックインもうまい。さあゴブリンがねチクチクと入ってます。さあ今日スケめんどくさいなーと思いながら、あのチクイやなめちゃちゃ打っときゃよかったっすねーと思いながら悩んでます。さあファイブウッドでリプーキを使わせて、うん、やばくないこれ、異常じゃない？ミスなの？っていうぐらいの異常な防衛精神。さあね、ここが強助出してきたので、いや、ガチさすがにチャンス。いや、マジ、ガチ食いですらうめえんだな。いや、これ、なんで？っていうぐらい綺麗に押されてます。で、これ今、吹き矢見た？スケルトンに、お前行ってこいよっつって押されて、ガチ食いの射程圏内に入っちゃった。いや、マジでうまい、これ。やばくない？防衛。さあでライト様もねそろそろ、いやー疲れた疲れた、そろそろ終わりにするかっつってドリル攻めファイブまでね巻き込んできながら、いやマジでめっちゃ守んの、俺がこんなに攻めてまだ400ぐらいしか削ってないんだよ左の。意味わかんなくない？完璧に抑えすぎでしたって。だからもうここで、ああマジでもう無理やんっつって、はい、諦めの苗の全滅食べてきます。いやーだからもう元々ねタイブレイクで勝つとしても、ああ守ってファイブ2、3発って勝てばいいかなみたいなプレイなんですよ。これちょっとね真似しようかなと思いましたね。はい、静かになります。プレイ、いやすごい、めっちゃくちゃドリル飛ばさなくないですか。びっくりするぐらい守るんですよ。そうだから、いやこういうプレイもあるんだなって。なんか麦とかはねめちゃくちゃ攻めるイメージとかがあるんですけど、わかんない、もうライトはマジで防衛うますぎだなって思いましたね。そうちょっと皆さんもねこういうめっちゃ守りすぎやらって守るプレイとかぜひねちょっと真似してみてください。そういやガチ強かったなんでライトに乾杯ですね。はい、ボコボコにされましたということで、まあ、大会も来週ありますし、ちょっと引き続きね、はい、頑張ると思いますので、応援のほどでお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。